こんばんは。はい、どうもナッチでございます。今日は、ザナミがね降臨チャレンジにいるよということで、まあ和神っぽい対決をするよってことで、スサノオさんは確かねチャレダンで使ったんで、このカエデさんでいきます。いきましょう。久しぶりですね、カエデ使うの。カエデね、すごいね、なんか星6感があって好きなんですよね。フェスゲンオーラ漂うんですよ。はい、フレンドのカエデさんスキル1しかいませんでした。ということでですね、カエデさんとね非常に相性のいい、まあ覚醒的にはちょっと微妙なんですけど、このジンが非常に相性のいいね、この石田三成さんを連れていきたいと思います。18ターンなんでね、これ何のスキルですかってぐらい重たいんですけど、さあ行きましょう。2コンボですよね。だからここでも目覚め使っちゃって、レッツゴー、セイセイセイで、まあちょっとここでね質問に軽く答えておきますけど、ナッチさんはペンですか指ですかって聞かれるんですけど、ペンです。ペンテルです、ペンテル。ですね、まあ指でもできんことはないんですよ。学校とかでは指でやってますからね。ただ、ペンの方がねやっぱりずっとやってるとね指痛くなってきますんで、痛くなるし、痛い、ダメージも痛い。この次読みだよね、大丈夫だよね。なんで僕はペンでやっております。ペンは、パズドラのね、あの公式的な感じの数ペン使ってます。今赤いの使ってるんですけども、あれなんかね鉄製、今まではプラスチックだったんですけど、なんか鉄製になったのかすごい錆びてきちゃってね、しかも中指がの皮がめくれてくるっていうのか、ペン使ってるのに皮めくれてくるっていう矛盾が発生してるんでね、ちょっとね最近はねこの昔の黒いやつ使ってますが、こいつは力入れすぎるとねぐにゃって曲がるんでね、もうやばいですね、いろいろやばい。まあ本当はねそのしっかりとしたたっけえ数ペン買った方がいいと思うんですけど、まあ、そこまでこだわってはいないですね。とりあえず、まあ、ある程度ペンとして機能を果たしてればいいかなみたいな感じで使ってますんで、まあ、皆さんもぜひ迷ってるならペンを買ってみてはいかがでしょうか。ということで全然壇上の話をせずにねペンのお話になってますけど、でこの角土は、まあ、バインドされても特に問題ないので、まあ、できればこれで倒したいんですけど、まあ、バインドされてもいいかなみたいな感じでございます。はい、でヘイストがいっぱいあるんで、三成さんも何とか貯めることができないですね、これきっと。たまりませんね。この楓さん使ったところでちょっと微妙って感じですよね。最後はちょっと軽減しながらね、まあ、十字組みつつもやってみたかったんですけど、まあまあ無理なら無理でいいよ。あ、全員スキル封印持ってましたね。ちょっと今やばいんじゃねって思ってましたけど、スキル封印は問題なさそうです。4-3でいきましょう。いや、4-4です。最近なんかドロップがね見えないのかね、エーギルでもなんかね2個とか言い出したしね、大丈夫かってドロップが見えてないって、1個のミスならまだしも、エーギルは完全に4個あったのに2個とか言ってましたからね、大丈夫ですかね。さあこの操作遅延が厄介ではありますが、なんとかなるでしょうということで、ビッシュも使って楓さん、じゃあ諸葛先使って、はい、で使っていきましょう。4-4-3だね、これは。ちょっと急ぎつつ、ちょっと急ぎつつ、はい、結局火組めなかったですね。攻撃エンハンスしてるんで、これはもうワンバン余裕でございましょう。はい、ということで今回はペン、数ペン降臨でございました。あ、コインこんなに美味しかったんですね。進化前のイザナミ、じゃあ光イザナミも落ちました。光イザナミね、なんかもうなんかあれ何が違うんだっけ、なんか違うのかな光イザナミって。あ、一ターンなんだ、弱っはい、ということでイザナミ降臨でございました。もうこいつもちょっとね早くスキル上げきて使っていきたいですね。非常に優秀なスキル持ってますんで、列寄りなんですけどね、回復生成できてヘイストができる陣はとても優秀かと思います。回復作れてねヘイストできる陣はとても優秀かと思います。はい、以上、イザナミ降臨を楓で挑むという動画でございました。バイバイ。